なぜ農業が始まったのかということも諸説ございますが、この1万年余りというのは氷河期から地球が大変温暖化した時代であります。右が古いのですが、旧石器時代は大変寒い時代があり、今から1万5000年ほど前に急激に暖かくなり、1万2000年前に寒の戻りといいますか、もう一度寒くなり、それからまた暖かくなって非常に地球が安定したというようなことがあり、おそらくこの環境変動の中で多くのその動物が、旧石器時代の食料源であった大型動物が絶滅するというようなことがあり、新しい食料を探す中で農業牧畜が生み出されていったものと考えられます。およそこの寒の戻りからこの暖かくなる時期にかけて農業牧畜はスタートしたと考えられます。